東京オリンピックの開会式の楽曲を担当する庄山田圭吾さんが過去に雑誌のインタビューで長年にわたって同級生をいじめていたと告白していたことをめぐり、15日にいじめ自慢がツイッターでトレンド入りするなど炎上状態になった。組織委員会が14日に開会式の楽曲を小山田さんが担当すると発表していた。炎上の発端となったのは、小山田さんが楽曲を担当することを疑問視するツイートが、いじめ自慢の根拠としているのは、ロツキング・オン・ジャパン、1994年1月号と、クイック・ジャパン、95年3号に掲載されたインタビュー記事2本。小山田さんが通っていた私立小学校から高校で、障害者とみられる同級生2人をいじめていたと明かしたとされていた。クイックジャパンの記事には、この場を借りて謝ります、わらとの記述もあるが、笑いながら語ったと描写されている。ツイートは15日午後6時までに1万回近くリツイート、再投稿され、7000円以上のいいねがついている。ツイッター上には、人選ミスにも程がある、などの投稿があった。小山田さんを起用した組織の対応を批判する内容も目立った。毎日新聞は、小山田さんの所属事務所に対し事実関係を紹介しているが、15日午後6時現在、回答は寄せられていない。